はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ヘルメス。これ、エルメスではないです。メーカー名かな？これな。エルメスって有名なメーカーですけど、これ同じ名前っていうか、ね、綴り書くけどね。のホワイトキュラソー。これはヘルメスですね。ほんとそのまま。ヘルメス。エルメスも確かこの綴りだったはずなんですけどね。有名な、電車男で有名な、エルメスだ。の、綴りなんですけどね。ホワイトキュラソーです。こちらがアルコール度数 40%。です。ね。後ろに何にも書いてないよ。ここに、ストレートオンザロックスもお試しくださいって書いてあって、でね、香料としか書いてないんですよ、材料が。材料っていうか、材料が書いてない。香料としか書いてない。香りだけって書いてない。一体何が材料なのか全くわからない。しかもサントリーだし。で、3つ、カクテルの、これを使ったカクテルの、レシピが書いてあるんですけど、フローズン大力とマルガリータとサイドカーらしいですけど、この中で作れるのは、今現在作れるのはマルガリータだけですね。テキーラとホワイトキュラソーとカクテルレモンを使うやつだけですね。もう何なのかというのか全くわからない。リキュールのホワイトキュラソーというやつなのか、なのだけはわかるんですけど。一体何なのかと。ではわからない人に説明しましょう。ホワイトキュラソーというのは、もう飲んじゃおう。とりあえず。もう飲んじゃえばわかる。多分。飲めばそれが解決すると。ホワイトキュラソーでググりましょうか。キュラソーとはオレンジ果皮のエキスが入ったリキュールですね。それだけです。ホワイトキュラソーってのは香料で着色料が使われてない。着色料を使うとブルーキュラソーですね。になるということです。キュラソーとは酒の一種、リキュールに分類される。中性スピリッツやブランデーに、オレンジの果皮の香味成分と糖分を加えたもの。うん。ブランデーとかにオレンジの果皮。もう感覚としてうまそうな。うまそうですね。俺オレンジ結構好きなんで。で、ホワイトキュラソーはその名の通り、無色透明。あ、すっげえ香りが。とりあえずストレートでいただきましょう。で、かなり甘いらしいという。で、それで有名なのが、コアントローですね。コアントローっていうのは、ここに書いてありますけども、ホワイトキュラソーのブランド名らしいです。ヤフー知恵袋に書いてありますね。ブルーキュラソーは、ブルーの色の着色料がついたホワイトキュラソー。なので、味としては何も変わんない。ということです。ね。
といろいろ書いてあります。それでは飲んでいきたいと思います。乾杯。ただ、度数が40度あるんでね。非常に香りがすごいんだけど。もう大好きな香りするんだけど。オレンジ。オレンジの香りが。もうオレンジジュースの香りがもう目いっぱいに広がる。ああ、もうこれだけで、俺幸せなんだけど。今日もみかん3個ぐらい食いましたけどね。オレンジジュースを大好きなんでね。ガキっぽいですけど。オレンジジュースはほんと美味しいよ。ほんとに。すっげえオレンジの香りする。じゃあ飲んでみます。おお！あ！これダメだ。これダメなやつだ。ああ、これ甘い。超甘い。超甘い。これあれだ。ああ、あれだ。ストレート飲んでダメなやつだ、これ。甘すぎる。ほとんど砂糖だ、これ。うわこれあれだ。ピーチリキュールとかカシスオレンジ、カシスリキュールとかの、あれ系だ。カルーアみたいなもんだ。カルーアをストレートで飲んでるようなもんだ、これ。これは、でも度数40度ですからね。ピーチリキュールとかなんて、度数15度とかですから。20度とかそこら辺でしょ。カシスだって、カシスも20度ですね。なんだっけ。カルーアはもう20度ぐらいでしょ？あれ。これ超甘いけど、40度もあるの。はぁ。何が違うんだろうね。ピーチリキュールとかだって40度にできるんじゃないの？できないのか。個人的にそこはちょっと気になるけどね。甘さの分だけ度数減るんじゃないのかなって思うんだけど。これめちゃくちゃ甘いですよ。もう見た目に反して。もう見た目透明ですからね。でも香りが強烈ですね。強烈というか、まあ非常にいい香り。もうこれ大好きだわ、これ。もう分かった。今まで飲んでこなかったのなんでだろうって思うぐらい。ホワイトキュラソーって何っていうぐらいだったからね。今。これを飲むまで。どんな味がするのかな？はぁ、どんなんだろうって感じ。だったんですけど、これは、もう確定的、うまい。しかも度数40度ある。まあ、ロックでも飲めなくはない。で、ちょうどここに氷があります。氷をちょっと、入れて。これは、ちょっと、ストレートだと厳しいものがある。ので、ちょっと、混ぜ混ぜして。あれ？あ！そうだ、これ、あれだ、白濁するんですよ。水を加えると、ちょっと白濁したの分かるかな？ほら、ちょっと白くなったでしょ。ね？水を加えるとこれ白濁するんですよ。まあ、まさに、なんだ。アブさんと同じ。これも珍しいですね。これは水割りとかが、いいんじゃないかな。でも、綺麗ですね。甘い。もっちゃくちゃ甘い。これは甘すぎる。まともに飲めるもんじゃね。水でちょっと割って。ほら、めっちゃ白くなったでしょ。これは、超甘い。
甘っ。ほとんど砂糖だぞ、これ。でも、すっごい香りが、ものすごい強いです。もう、オレンジの、いい香りが。これ、すげえ、なんか、嘘みたいな、酒だな。なんか、なんか、いわゆる、なんだ。これ自体を、もう、香水とかで使えそうなレベルの、香り。うん。ものすごい。香りで言うと、多分、ジンヨか、強烈。なんじゃない？いい香りするよ、これ。別に、悪くはないですよ、全然。これうまいわ、絶対。うまいわ、ってか、うまいわ、これ、普通に。甘いのを除けば。これはストレートとかロックで飲むもんじゃないな、っていうのは分かった。まあ、カクテルの、結局、材料になるのはすごいなってのは分かるんだ。うん。でもこの甘さで度数40度あるんだもんね。はぁ。珍しい。うわぁ、甘いなぁ。でもうまいなぁ。甘いけどうまい、これは。これはわかる。これ、コアントロなんていらないんじゃないか。何が違うんだ？コアントロ、これよか香り強いのかな？どうした？なんか違うんでしょうね。ちょっと普通にトニックウォーターで割りたいんで、ちょっとトニックウォーターで割って飲みます。ちょっとこれ、そのまま飲んでると。あれだ。やってられん。やってられん甘さなんで。炭酸水割りでもちょっとあんまり飲みたくない。結構うまい。結構うまい。ただ、トニックウォーター自体も柑橘系の酒なんだ。酒ちゃうわ。あれなんでね。ちょっと両者、潰し合ってるかなと。潰し合って、普通みたいな感じになったよね。味が。でもだいぶ。これはオレンジジュースとかで割っても大して面白くないでしょうね。結局。同じ種類の味で割ってもあんまり面白くはないと思います。ただ別な種類の味で割れば、確実に、ものすごい、目立つでしょうね、味が。間違いなく相当目立つと思う。だから、これは、確かにカクテルとしては、カクテルの材料としては非常に、これは、面白い、ですね。もうウォッカなんてもう、ゴミ。カクテルの材料としては多分、ウォッカなんてゴミだと思う。
やっぱ、ジンとかね、がやっぱりいいとは思いますよ、俺は。カクテルの材料、で言うとやっぱジンかな。結構主張してくるんでね。だいぶ。だいぶ個性が強い酒なんで。個性が強いんだけど、テキーラみたいにちょっと、個性が強すぎない。これは美味しい。普通に美味しい。これは買って正解だったな。ただ1500円するけど高い。高いけど、これは買って正解かな。もう甘みがもう絶対的な、もうこの5つ星を、もう5つ星を超えるレベルの甘さ。と、香りも、五つ星を、超えるほどの、びっくりするほどの香り。これはおすすめでしょ。何がおすすめかって言うと、ストレート飲むのがおすすめじゃないんですよ。あくまで買うのがおすすめだなと。カクテルで、これは買った方がいいですっていう、意味でのおすすめですね。こちら。コクはまあ、水干し。甘みと香りはもう、絶対的に6つ星ぐらいの、レベル。ですね。おすすめ度は5つ星。これは文句ないでしょ。俺がオレンジジュース大好きな上に、オレンジジュースの、3倍ぐらいの、香りと甘さと、が濃縮されたような味がするんでね。これはうまいですよ。うまいっていうかね。うまいというか、このまま飲んでもうまくはないんですけど。うまくはないっていうか、まあうまいはうまいけど、ちょっと、ね、やっぱカクテルの材料としては非常に、ねえ、これは優秀だろう。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひ買ってください。